DNA5、ゼロソフトバンク、30日、みずほペイペイドーム、元乃木坂46の山下美月さんが30日、みずほペイペイドームで行われたソフトバンク DNA の日本シリーズ第4戦で始球式を行った。人気女優のキュートな投球にファンも、可愛すぎて苦しい、天使すぎるとハートを射抜かれている。山下さんはポニーテールにゆったりとした黒パンツ姿で登場。 緊張の面持ちでマウンドに上がるとワインドアップから豪快なフォームで1投山なりのワンバウンド投球でのストライクとなるとホッとした様子控えめなガッツポーズを作りぴょんと飛び跳ねた元人気アイドルの一挙手一投足にファンも注目スタンドからは大きな拍手が沸き起こった25歳の山下さんは人気アイドルグループ乃木坂46の3期生として活動し センターも務めた。2024年5月に卒業し、その後は女優やモデルとして活躍している。山下さんの始球式の様子に、SNS 上でファンも感激。かわいすぎて辛い、どの瞬間もかわいすぎる、美女が素晴らしかった、たくさんかわいい、エグ可かわいすぎる、ポニテールが似合いすぎる日本代表、交通費出した回はありました、といったコメントが並んでいた。